こちらはですね、大阪電気通信大学の、デジタルゲーム学科の方に来ております。こちらではですね、iPhone のゲーム開発プロジェクト作品ということで、2製品、フィリップガードと、アイアンウォーという、2つのゲームが展示されております。では最初、まず最初に、アイアンウォーの方から、ご説明をお願いします。はい、こちらのゲームは、マス目がありまして、それに沿って戦う戦略シミュレーションゲームとなっております。で、敵 の, この配置を、今ここから、自分のを選択して全部移動させておいて、で敵と重なったら戦闘が始まって、それを全部倒せばクリアとなります。まだなんか作ってる途中の段階みたいなので、ここまでですね、になります。こちらが、こちらは、この自分のプレイヤーを掴んで飛ばしたい方向にこうスライドすることで、こう敵をでも倒していくゲームとなっています。こちらが、大学の、2回生1回生メインで作られた、ゲームとなっています。こういう感じで、これもまだ完成はしていないんですので、ずっと敵が出てくるようになっています。これらは、学校側が iPhone でゲーム開発をするプロジェクトを立ち上げていますので、それに沿った形で学生が自由に応募してチームを組んで、作成しています。 iPhone の、ゲームを作るというのは、学生の方が、自由に選べる、要するに PC 用のゲームを作る、 iPhone のゲームを作るというのは、例えばじゃあ今からゲームを1個作りましょうというふうになったときに、それぞれが選べるということですか。はい、もう基本的にはもう、こちらプロジェクトに参加するエントリーがあったので、それに応募した人は応募して審査通った人はこちらにプロジェクトに関わっていますね。それ以外でも自由にゲームは作れますので、こちらの、フレームワークライブラリーも公開されてますので、学生たちにはなので自由に iPhone だけじゃなくて Mac 用のゲームも開発できます。まあこれ見ても分かるけど、大体は Windows でやってて、まあ Xbox のやつもいるんだけど、 Mac でっていう開発はあまりされてないんですよね、残念ながら。やっぱり X コードが苦手みたいな。まあ Objective-C のとこやっぱりなんかいろいろあるみたいですね。ただまあやっぱりこれでやるってなると、どうしても X コードになるし、オブジェクティブ C だから、まあ、そこで ある意味引き付ける要素になればいいのかなっていう。今までずっと Java で開発させてたけど、今度からはこれを目指して、オブジェクティブ C とかそっちもやらせなあかんなっていう。まあ、Mac のアプリを開発しろって言っても二の足を踏んでも、iPhone、iPod Touch のゲーム化作るんだっていう話だと、モチベーションが上がる、モチベーションが上がるっていう。だからこう、うまい時代だったなっていう感じで、やっぱアップルとしても結局ここから逆に Mac の開発にも進んでくれればいいやっていうのもあるやろうしね。